10月のユースオリンピックでメダルを獲得した東京にゆかりのあるジュニアアスリートらが都庁を訪れ、小池都知事から表彰されました。東京スポーツ奨励賞、張本智和様、奨励で頑張ってください。東京都は10月にアルゼンチン・ブエノスアイレスで行われた第3回ユースオリンピックでメダルを獲得した15歳から18歳のアスリート17人に東京スポーツ奨励賞を贈呈しました。昨日都庁で開かれた表彰式には、卓球男子の張本智和選手のほか、卓球女子の平野美宇選手ら12人が参加しました。今大会は2つの銀メダルに終わってしまい悔しい気持ちがあるので、2020年東京オリンピックで金メダルを取れるように頑張ります。小池知事は選手らの健闘を称えた上で、東京オリンピックで日本代表として出場する姿を楽しみにしていると激励されました。